皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、今日はね、ふと思ったんよ。最近さ、いろいろお店屋さん食べに行ったところとか、お店屋さんの紹介とかしようやんか。まあ、どこもね、紹介しとうところ、美味しさがそれぞれ違うっちゃけど、そこで、今回は、福岡旅行に来た人におすすめしたい。個人的にね、おすすめをしたいなと思うランキング3位をやってみようかなと思って、今日は動画撮ってます。今回の縛りとしては、自分が YouTube を始めて過去の動画の中で出している中でのランキング、それと福岡旅行、県外の人が福岡に来た時用のランキング、まあ、福岡グルメってラーメンやったり焼き鳥とか天ぷらとか餃子、うどん、水炊きとかさ、福岡グルメいろいろあるっちゃけど、まださ、そんなたくさん行けてないってよ。実際行けてないっちゃけど、今出している動画の中でおすすめするのであれば、個人的にこことこことここがおすすめですって勝手に決めたランキング、はい。なんこれ、題して福岡旅行に来たらここに行ってみんしゃい、リナ的ランキング、イエーイ。なんかグダ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 やけどやっていきたいと思います。さあ、それでは早速行ってみよう。あのね、悩んだよ。過去の自分の動画見て悩んだんよ。悩んだんやけど、第3位からいきたいと思います。第3位は、天ぷらの平尾。天ぷらの平尾は、まあ、一番行きやすいところで言うと、福岡空港の近くに店舗があるっちゃけど、そこが一番行きやすいかなって思います。まあ、飛行機の人とかは、福岡着いたら先食べるか、帰りがけ食べるか、みたいな感じで組み込んでくれると、行きやすいかなって思うんだけど、とにかくね、天ぷらの平尾は、あの、県民の人たちもすごく行く場所であるけん、行列です。行列やけん、ちょっと、変な時間帯に行った方がいいと思うけどね、個人的には。でも変な時間帯でもガラガラってことは意外となかったりするもんね。コメントとかで見よったりしたら、やっぱ天ぷらの平を食べて忘れられませんっていうようなコメントとかも結構見たりしたけど、揚げたてがこう出来上がったらこう目の前に置いてってくれるよね。出来上がり次第運んでくれる熱々のサクサク、食べたことない人はぜひ食べてみてください。天ぷらの平尾。あとはここはもうイカの塩辛がすごい人気やけん、イカの塩辛とまずご飯だけで一杯いけます。で、2杯目から天ぷらで食べるっていう人とかもすごい多いよ。そんくらいね、イカの塩辛は天ぷら同様に人気で、イカの塩辛を食べに行きよみたいな人もおるんじゃないかいなくらい人気。ということで、第3位に選んだのは天ぷらの平尾でした。続いて第2位は、焼き鳥の家康です。焼き鳥屋さんはとにかくいっぱいあるんよ、福岡。焼き鳥屋マジで多い。ちゃけど、もともとリナがまだ焼き鳥屋さんの動画をたくさん上げてないけんっていうのもあるっちゃけどさ、久しぶりに行ったよ、焼き鳥の家康。この間さ、わりかし最近の動画に上げとうと思うっちゃけど、いや、美味しかった。美味しいわ。黙々の煙な感じの店内なんやけど、目の前でこう焼き男が見えるよ。この手さばきがね、塩加減とか、もうグッと。で、豚バラももちろん美味しいじゃけど、で、豚バラね、めちゃくちゃ好きやし。でも、家康は、皮が美味しかったね、鶏皮。あとは、レバー。あの、タレが美味しかったと。豚バラと鶏皮は、ここが来たら食べてほしい焼き鳥屋さんでもあるし、場所的に博多駅の博多口から、もう徒歩で行ける近さでもあるけん、行きやすいと思います。まあでもね、本当に焼き鳥屋さんはめちゃくちゃいっぱいあるけん、これからも動画アップをしていこうと思ったけど、今現時点ではこの家康を第2位にしました。あのさ、おしゃれな焼き鳥屋さんもあるし、なんかそれぞれに売りな感じの、なんていうと、なんか売りがあったりするっちゃけどさ、せっかく旅行で来たのであれば、個人的にはおしゃれっていうよりかは、もう黙々の煙の店内の焼き鳥屋さんに行ってほしいなとか思ったりします、個人的にはね。そして第1位は、もつ鍋の大山にしました。イエーイ。
まあまずなんでこれを選んだかっていうと、割と最近行ったんですけど、もつ鍋の大山のねランチセットがすごいお得と思ったし、もつ鍋定食っていうやつがあるよ、1280円で。でこれもつ鍋とちゃんぽんと締めのね、多分ちゃんぽんじゃなくてもご飯も選べたと思うけど、とおきゅうとと明太子もついとで1280円のランチセットなんよね。やけん県外から来た人にとったら高価グルメを堪能できるではないかって思ってこれをリナは1位にしたんやけど、あとは行きやすさ、博多駅の中でも店舗がたくさんあって、ほろ酔い通りとか博多一番街とか切って丸いの中にもあるし、なんか 4,5 個ぐらいあるよ、とにかく博多駅だけで。しかもランチセットがお得やけん、まあ夜でもいいけどね、昼からもつ鍋ランチセットと飲んだら最高よいやーこれはね、みんなが県外やったらめっちゃいいや、一気にグルメ食べれるやんとか思って。でもつ鍋の味は味噌味と醤油味と水炊き風っていう3つの中から選べるっちゃけど、みんなはいつも醤油味を選ぶっちゃけど、この間は初めてね味噌選んだと。なんかもつ鍋の大山でナンバーワンは味噌味って書いてあって、っていうか味噌が人気なんかな。みなさん一番人気醤油かと思ったよ、ずっと醤油と思って生きてきたんだけど、最近味噌食べてもつ鍋のあり美味しいって思って味噌味にハマりそう。いやーランチセットぜひ旅行に来た時は食べてみてください。っていうことで3位が天ぷらの平尾、2位が焼き鳥の家康、1位がもつ鍋の大山っていうことで、個人的にランキングを上げてみましたが、いくらだったでしょうか。まあ今回は自分が上げとう動画の中でっていう縛りと、福岡旅行に来た県外の人に向けてのランキングっていう感じで考えた3位やったっちゃけど、旅行とか関係なく実際に自分が最近行ったこの動画上げとう中で、県外県内関係なくおすすめしたいランキング3位とかも作ってみようかなとか思ったりしております。でこれからも動画はいろいろね、飲食店の紹介とかもやっていきたいなって思っとうけん、よかったら過去の動画も福岡グルメっていう再生リストの中に入っとうけん、チェックしていただけると嬉しいです。一応概要欄にねランキング3つの URL は貼っときたいと思うので見てみてください。まあコロナもどうなるのかちょっとわからんけど、まあ出張とかでもさ福岡に来たりとかするときあるやんか、そういうときとかもこのランキングが役に立てばいいなと思っております。このチャンネルではこれからも博多弁講座や福岡のことを発信していくけん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてこの動画がいいねって思ったら高評価ボタンも押してくれると嬉しいです。これからもいっぱい食べます。いやもう最近ほんと太りすぎてやばいとって、もうほんとやばい、ダイエットしながら撮影しておりますが一向に痩せなくって困っております。まあそんな感じででは皆さんまた会おう、バイバーイ。リナジョーでした。福岡大好き、博多大好き、リナジョー好きならこっち来リナ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 ジョー。